ともう少ししたらお昼ね。どうかしました？いや、その、なんかさ、今日朝から落ち着かないんだよね。落ち着かないというのは？気のせいではなくて？そうだといいんだけどさ。でも鬼の予感って当たるから。だから今日一日は気をつけて過ごしてほしいの。別に何も起こらないじゃない。まあ何もないならないで、それに越したことはないけれど。次回の授業では今日渡した。何？このはぐれは主の集まっている教室に向かってきたんだわ。そして今は私を狙っている。何をやっているんだ。あと少しで破られる。うわー！何か言霊を。どうしてこんなところに。どういうことだ。ありがとうございます。すみません、役に立てなくて。いいんだよ、
君の力は貴重なんだから、乱発なんてしたらダメ。とにかく本当に怪我がなくてよかった。先住院さんは大丈夫。もっと被害が大きい場所で戦っているよ。君のことは私が絶対守るからって言って飛び出してきたんだから。ダメだ、のんびりしてちゃいけない。中にいるより外の方が安全だと思うし、早く行こう。先生たちが外ではぐれの迎撃に当たってるからより心強いし。外でって、そんなに。ここに来るまでに何匹もいた。多分じきに主の校舎に集まってくると思う。どうしてこんなことになっているのかわからないけど、とにかく。そいつがそうなるのは仕方ねえよ。意味がわからないのですが。緊急用、こういった事態に備えて鬼だけに有用な呪術を仕掛けてあった。学院、そして敷地を囲むように森の中にまで綿密にな。それを発動したということですか。ああ、カツラギはそれに当てられただけだ。本来正常な鬼には効かないようになっているが、生地力が強いと影響は避けられねえ。死ぬことはねえから安心しろ。絶対的な効力があるのは桜、凶暴化した鬼だけだ。つまりこの場合ははぐれだな。はぐれ、そういえば声が聞こえない。ガキども、お前ら今から全員寮で待機。先生、そいつらお願いします。わかりました。そうだ、葛城さんを保健室に運ばないと。お前は俺と来い。全員集まったな。まず全員無事でよかった。中には教師と共にはぐれの討伐に当たってくれた者もいたそうだね。そのおかげで被害も最小限に食い止めることができたんだろう。それに関して感謝の言葉を述べたいと思う。ありがとう。さて、早速とは思われてしまうかもしれないが、本題に入ろうと思う。今までこんなことは一度もなかった。そもそもこの学院はそう簡単にはぐれが入れるようにはなっていない。
はぐれが主を求めるものだと分かっている以上、簡単に侵入できるようでは安全性が損なわれるからだ。でも今までも何度か学院を囲う木々にはくまなく結界を張っている。それがほころびた時にその間をすり抜けて入ってきていたんだろうな。といってもそれまで例がなかったことだ。それだけ露骨に影響が出るほどはぐれの数が増えているということだろう。それか何ですか。いや、くだらねえことを考えただけだ。憶測で物を言うのもアホらしいしな。忘れろ。はあ、あの時何を言いかけたのかしら。君たちが町へ出るたびにはぐれを征伐してもこの事態、もはや一刻の猶予も許されないと言えるだろう。それほどまでにはぐれは増え、いや増やされ続けている。町へ出てその度に出会う少数のはぐれを始末していくだけでは収拾がつかないようにまでになってしまった。それは今日君たちの身にも染みただろう。はぐれが増えたから清涼院内にまで入り込んでしまったの。私はこの事件の犯人を捕らえたい。それが間違いなくはぐれの減少にもつながるだろう。だがもうそんな悠長なことは言っていられないんだ。わかるね。原因でない、そして若く未来のある君たちにこんなことを頼むというのはひどく筋の通らない話だというのは分かっている。今までも危ない目には遭っていると思う。だがこれまで以上に命の危険が伴うだろう。強要をするつもりはない。身を引きたいというものは今すぐにでも部屋を辞してくれて構わない。そんなこと今さらだわ。誰かがやらなくちゃいけないのならやるしかないじゃない。その誰かなんて待っていられないわ。いいのか。今なら引き返せるんだぜ。では話すとしようか。単刀直入に言おう。君たちにはおとりをお願いしたい。今までも君たち優秀な主を町へ送ることにより、その匂いを嗅ぎつけさせることによって集まってきたはぐれを討伐してきた。だが今回はより直接的な意味合いでのおとり。千住院、阿佐ヶ谷地、そして君たち三人にははぐれをおびき寄せる餌となってもらいたい。この地域一帯に身を潜めているはぐれを一度に集めるような罠を仕掛け、総力戦を行いたい。もちろんその際には君たち学生だけではなく日下先生やその他の優秀な主とおにも同行させよう。それで事態は収拾するのでしょうか。犯人をおびき寄せることは難しいだろうな。はぐれが一発でかかるような罠を仕掛けるんだ。ここまで誰にも目撃されることもなく身を潜めていた狡猾な輩が
それに騙されてのこのこ現れるとは思えない。ですが、それでは、それではいたちごっこになってしまう。確かに事件の解決とは言えない。だが急速に増えているはぐれを一度に殲滅することにより、人間社会、鬼の存在を認知していない社会へ及ぼす影響を一時的にではあろうと抑止することはできる。未来ある有望な諸君、もう一度聞こう。これは命を危険にさらす作戦だ。危険が伴わないなんてことは断じてない。命の保証は決してない。それでも君たちはこの話を引き受けてくれるか。残ってもらってすまない。だが主である君たちには多くの危険が懸念される。もう一度きちんとその意思を確認しておきたくてね。おとりとなるのは君たちだ。我々は君たちを危険な目に合わせてはぐれをおびき寄せるつもりでいる。それでもいいんだね。君たちが後悔をしないというのであれば構わない。さて、それでは残ってもらった本当の理由について話そうか。今回のおとり作戦についてだが、大方手はずはこちらで整える。段取りもある程度こちらで取ろう。だが今回の作戦の鍵はお前たち清涼院の学生である主候補生だ。そしてさらにその中核を担うのはお前だ。私ですか。君の力、言霊の能力は、はぐれをおびき寄せ残らず殲滅するこの作戦において最も有用だ。必要不可欠と言っても過言ではない。ちょっと待ってください。さすがに今の話は聞き捨てなりません。本気でおっしゃっているんですか。冗談で言っているわけねえことくらいわかるだろう。だからお前らを残したんだ。あ、そうか。おとりになる主の中でも私がより強い餌になるんだと、そう言われているんだわ。命に危険が及ぶということですね。その通りだよ。君にお願いしたいことは君の生死に関わるかもしれないこと。だから私は君たちを、君をこの場に残した。現時点で君は慣れない力を使うたびに何度も倒れ、保健室に運び込まれているようだね。喉に違和感がある程度でことは済んでいるようだが、今回の作戦ではそうはいかないだろう。単刀直入に言わせてもらうよ。この戦いに赴き、
その力を使った時に君は声を能力を失う。声を失う。そのままの意味だ。他にどう取れる？限界が来ているということですか。この作戦でこいつは強力な言霊を使わざるを得ないだろう。それも一度や二度で足りるとも思えねえ。こいつの喉はもう後戻りできないところまで来ている。今日喉を使わなかったのが行幸だったってくれえだ。だからか。彼女に声を失えというのですか。こいつにも選ぶ権利がある。院長は強要はしないと言っただろう。君の力が重要だ、今回の鍵だなんて言われた後で彼女が辞めたいと口にできると思っているのですか。いくら自分の学院の生徒であろうとその性格までは知り得ないよ。彼女がどういう返答をするかは彼女にしかわからない。違うか。話を全て聞いた上で彼女には選ぶ権利があるとおっしゃっているのですよね。無論その権利は彼女だけではなく君たち、それから相馬君たちにもある。三人を残した理由は鬼よりも身に迫る危険の度合いが高いからだよ。俺は身を引くことは考えていません。ですが彼女は話が別だ。俺たちとは事情が違う。今回の作戦の要が彼女だというなら力を使わざるを得ない。そうすれば彼女は。今までだって特に能力を酷使していたわけじゃない。それでも消耗してしまうことを逃れることはできなかった。でも言霊を使えるのは私だけ。この作戦の要に私の力が必要とされている。はい。お前はどうしたい。この作戦にお前が力を貸すというのであればそれは力を失うことと同義だ。そして命の危険もつきまとう。今すぐに決めろというのはあまりにも酷だろう。3日。申し訳ないがこれが限界だ。決断してくれ。わかりました。だったら戦わないなんていう選択肢はないわ。破らない。では失礼いたします。
西島院長、腕を怪我している。